本日は森沢の2人の方のお話と役目のデザイナーを交えた座談会を行います。早速ですが、小針さん、本間さん、富田さん、春野さんに本当のお話を伺いたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はお忙しいところをお集まりいただきました。最初ですいませんでした。私、株式会社森沢の、相川春俊と申します。今回ですね、ヤフーさんと一緒に、このもじもじ勉強会を企画した人間として、今日この場をセッティングしていただいた方、ヤフーの方々には大変感謝しております。ありがとうございます。でですね、本日なんですけども、ちょっと2時間と長丁場で、その後1時間の懇親会がありますので、もしお時間許す方がいらっしゃいましたら、ぜひ、本当について直接コミュニケーションできたらと思っております。で、あと、入り口にですね、弊社の森沢タイムプロダクトという、手拭いとか、お盆とかですね、我々ちょっと作ってまして、もしよければ、ちょっと私もできないんですけども、ぜひ見ていっていただけたらと思います。で本日ですね、椅子にですね、森さん新書体2017、2018とですね、靴の底に、置ける脱臭シートもありますので、ぜひこちらはお持ち帰りいただけたらと思います。はい、それではお待たせいたしました。ではですね、本編入りたいと思います。弊社の富田から、まずはご挨拶させていただきます。で私は自己紹介をしたいと思います。私は中途入社なんですけど、2014年に営業として森さんに入社しました。結構印刷会社さん、出版会社さんをメインに、DTP システムとかオンデマンド印刷機を販売しておりました。で2018年からはタイプスケアといいまして、我々はウェブフォントサービスなんですけども、そのウェブフォントサービスの専任担当となっております。合わせてですね、API を活用して、フォントを、あらゆるアプリケーションに実装していただくサービスというのも、私は手がけておりますので、もし懇親会でご興味ある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧いただけたらと思います。はい、じゃあ次の紹介ですね。はい、今日皆さんお集まりいただいてありがとうございます。私、前半はちょっと司会の進行をしますが、私の自己紹介ページは後なので、名前は伏せますが、私も今日はよろしくお願いします。2時間半ですかね、最近初代の勉強会とか増えてきて、我々コントメーカーとしては嬉しいなと思う次第なんですが、2時間半とかの長丁場って言ってるらしいような気がしてですね、一体皆さんは2時間半のうちの話を何をしたいのかなというのも我々も気になっているところですので、懇親会とかでぜひ交流させていただいたらと思います。で、自己紹介に戻りまして、じゃあ小針さん。小針優也です。よろしくお願いします。私は大学を卒業、大学中に、初代のデザインに興味を持ちまして、文字塾という初代デザインを学ぶ四塾みたいなところに参加して、卒業後、森沢ではなく、タイプバンクという会社に、就職しました。で、この頃からすでに、森沢の子会社ではあったんですけど、そこで、何年か文字を作り、で、2年前ぐらいに、ね、合併しまして、今は株式会社森沢に所属しています。文字塾っていうのは書体を作る仕事なんですけど、そこで勉強してます。はい。なんか森沢の書体デザイナーって十数名いるんですけど、割とこう書体を最初からやりたくて入ったことは珍しい側なんですけど、そうですね。で、陶器とか、多線の文章が作るんですかね。現在は、大きなプロジェクトに、ここ3年ぐらい関わっています。これが陶器。これは私が入社して一番初めに触った書体で、これ今、森沢パソコンに入っている書体なんですけど、正直、ここに出てきているような感じとか、ひらがなとか、全く触ってないです。読めない感じを増やしまくっている仕事を最初に僕はしています。そうですよね、最初はね。
誰が使うか分からない文字で、自分も分からない文字で、ないね、これが入社したときです。で、これはアセミ。これも、そうですね、関わったという言い方が正しいなような気がしますが、これも。最近よく、そうそうですね、最近使われているので、嬉しいですけど、僕が触った文字は出てきてないです。やはりそうなの。けど、まあ、そういうなんか、読めない感じを作っていくうちに、そのバランスの取り方とかを学びながら作っていった気がします。うん、まあ、自己紹介で、じゃあ、この辺で。じゃあ、次、タルトさん。すごいこれがちょっと初めてなのですごい緊張してるんですけど、どうしたらいいかなっていうところなんですが、奈良教育大学を卒業しまして、私もちょっと小林さんと同じく異色で入ってきたというか、小林さんはまあ文字作りたくて入ってきたけど、私はなんか別に未来職でもないけれども、まあ、上を直接あって今あの教育側に入ってるんですけど、入社は2011年に森沢文献という森沢の書体を専門に開発している会社がいまして、そこに入社して最初はもうデッサンの研修と、まあ、他の書体の開発のサポートとかをして、ここ数年は小針さんと並んで公文書体を専門にちょっと手がけています。で、去年森沢の方、株式会社森沢に、入って、今、ここはみんな同じ会社になったんですが、というところですかね。ヨアンゴシックの開発されたんですね。知ってるくせに。ヨアンゴシックって、開発のサポートをしたという程度で、担当で開発したとかではなくて、研修の一環で本当に小針さんと同じように見たことないような文字のエリアっていうのを、研修も兼ねてデッサンをしていってたんですね。ただ研修で書いたって言ってももうそれは、デッサンしてそれをベテランのデザイナーの人に見せに行って赤を入れてもらって合格が出るまでずっと書くので、品質としてはちゃんとしたものができてるはずなんですけど、まあそういうふうにちょっとサポートした程度なので、あんまり下ここにドワーンと出るものの製品化されてないですよね、サロンさんが書いてた言っちゃった。はい、そうですね、今発売されている文字セットの中には私が一生懸命書いたやつはまだ入っていない、この先入るかどうかも私は知らないですが、でもすごい勉強にはなったのでやってよかったなと思っています。お忙しい中いろんなお客様が来ていただいて、皆さんの前で、まあ、レゴデザイン的なものをされている方っていうことで、ね、レゴって言ったの富田さんなんでね。はい、でも本当に勉強にはなったので、ちょっと入れてよかったなと。ちょっと一回やらせていただいて、はい、で最後、ニューカマーを思わせますね。はい、本間由香です。京都にある京都市立芸術大学という大学の湯河を専攻していました。そこから樽野さんと同じで森沢文献に入社してから、タイプデザインを学び始め、今入社2年でという感じで、近年だったら2018年にリリースした DB エコーのボールを担当してリリースになっています。エコーの話また後で出てきますからね、ちょっと触れましょう。はい、この書体でございまして、この書体は兄弟書体がいるんですよね。大きく同じ骨格を共有しているけどエレメントの出来が違うというところで、はい、じゃあ本間さんのところで、今日私はピラピラ喋ってますけどデザイナーではなくて、ディレクターでして、はい、まあ、以上ですね。はい、すべてこんな感じで進めていきますが、今日は8つトピックがあるんですね。読み上げるのもあれなんで読んでいただければいいかなと思いますけども、7で相川にバトンタッチして皆さんの製品を、知っていただいて、最後ラフの皆さんと一緒に座談会をしたいなと思いま
そこまでは書体の使い方とかデザインであったりとかをちょっとご紹介できればなと思ってます。じゃあ早速フォントが作られるまでの工程をちょっとご紹介したいなと思いますが、フォント作るときにどういったチーム体制でやるかというところを最初にご紹介したいなと思いますが、私のようなディレクター職というのがありまして、どんなものをモニターとして作っていくか、でどれぐらいの予算とどれぐらいの人数で何に向けて作っていくかというのを我々ディレクターのチームが決めます。でデザイナーさんに実際デザインをしていただいて、でそこを技術的にサポートするエンジニアさんがいるという感じになります。で、ここにデザイナーが2人の時もあれば3人の時もありまして、大体3人から4人ぐらいのチームで1つの書体を作る時に、2年から3年ぐらい、それを10本から16プロジェクトぐらい並行して走り続けていくという感じですね。なので今日ここに来ている3人のデザイナーも来年出すものを作っている人もいれば3年後になる人もいるという感じですね。で、この辺は我々もソフトウェアメーカーというかメーカーとかデザイナーさんだったら大体同じようなことをするんじゃないかなと思いますが、ディレクターのチームで製品の仕様書とか設計書を書いて、でチーム編成とかスケジュール編成を行います。で、ここからがちょっと書体っぽい話なんですけど、最初にデザイナーは定型文字という、なんていうんですかね、種字みたいなやつを作るんですよね。なんすか、作ります。俺作ってないからね。はい、私たちもまだ若いので、作った人もいれば作ってない人もいるかもしれないんですけど、そうですね、それをもとに他のデザイナーと一緒に拡張できるようなっていうのを、一人で作らないとやっぱりちょっとデザインがバラバラになったりするところもあるので、最初にしっかりとコンセプトを固めて作っていく。フォントって多いと2万4センチぐらいですかあるんですけども、そこに必要なパーツっていうのもある程度ルール化することができるんですね。払いとかトンとか、そういう必要なエッセンスをギュッと寄せ集めたような数百文字っていうのがあって、それを作ることができたら2万文字増やせるんじゃないのみたいな、なんか秘伝のタレ文字集みたいなものがありまして、まず最初にそれを作る。逆にそれが作れなかったらデザイン的に破綻があって作れないということなんですね。でそれができたら、どんどん文字集を増やしていって、で検証と修正として、最後をとかするわけですけど、5番のところで検証と修正って結構簡単に書いてますけど、ここが作るのと同じぐらい非常に、やたらめったら時間がかかるところでして、今日はこの辺をちょっとご紹介したいと思いますが、これ先ほど、本間が担当したエコーという書体ですが、これをちょっと修正していってる過程などをご紹介したいなと思います。まずこれは。これがエコーのゴールドの、太みとデザインの調整をしてた時なんですけれども、ビフォーの方が悪い例として出してます。で下が私が手を加えて修正したバージョンです。で一番上の袋文字みたいな線だけの文字がちょっとスライドだと見にくいんですけど、赤字が元で黒っぽい線がアフターの方になってます。なかなかこう違いを見るのも難しい、見分けるのも難しいですけど、なんか下の方が黒いけどすっきりしている感じになんとなくなっていると皆さん分かるんじゃないかなと思いますが、こう太いものをきれいに作るって難しいですよね、基本ね。そうですね、漢字、画数の少ない漢字だったら太めるのは簡単なんですけど、漢字ってすごく画数の多い文字とかもいっぱいあったりするので、そういった文字になると特別な調整が必要になってきますね。これね、先輩からのダメ出しそうです、ね、ここまでその誰も見たことのない漢字を作る人代表としてなんか太い文字を作るからとか。そうですね、これは見たことありますけど、この漢字はなので結構大事な人で作っているはずの文字な気がしますが、なんか一律で太く線を太くしてしまうと潰れてしまうというか、白い空がなくなってしまう文字が特に画数が多いとあるので、
かといって全部薄くしてしまうと、その他の文字と同じような黒みが出ない、ちょっと薄く見えてしまうとか、そういうのをどう調整しようか、その外側の線をなるべく太みを保ったままの方が良いとか、中からどんどん入っていく、削っていくとか、なんかそういったノウハウはいくつかあると思います。皆さん、結構デザイナーさん多いかなと思うんですけど、まあ、イラストレーターとかインデザインの使いになると思うんですね。で、ちょっと細いなと思ったときに、イラストレーターの機能で、糸線の線でちょっとマジックトークしたりすること、たまにあると思うんですけど、あれやっちゃうと、パーツに対して全部一律で太くなっていくので、内側がどんどん黒になって潰れてしまうんですけど、こういう我々フォントメーカーが作っているボンドメイトっていうのは、内側は割とスッキリさせていて、ちゃんとこう可読性が担保されているようなものを、まあ、コーディングしていることですね。で、作り終わると似たようなパーツのものを並べてみて、デザイン的にちょっと違うんじゃないのみたいなのが、まあ、ないようにどんどんチェックしまうと。はい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 。もうね、もうやるだけの話なんですよね。これは本当に作業時間がすごいかかりましてで、同じパーツが、使われている文字っていうのがいっぱいこの表を見てもらったら分かるものなんですけど、ありまして、これ全部なんかデザインが統一されているかとか破綻がないかっていうのを一時チェックしてという感じですね。デザインの統一をする作業が終わったら、今度熟語で組んでみて、で、まあこれは縦組みなので右左にずれてないかとか、まあ、これ通しとか産業って上の文字と下の文字がずれてガチャッとして見えると思うんですけど、これ何も作るのに失敗しているわけではなくて、どうしてもその払いとかパーツの具合によって寄り引きのバランスが悪くなってしまう文字、熟語っていうのが出てくるんですね。で、これはこの熟語だけで文字位置を直してしまうと、他の熟語の時に今度相性が悪くなってきたりするので、まあ、こういうものを、まあ、初代によって違う様なんですけど、まあ、3、4千ペアぐらいから多い時はなんか数万ペアとかにチェックして、まあ、その中で公約数的にまあこれが綺麗なんじゃないかみたいなところをまあ探して修正していくみたいな感じですね。で、それが終わると、もはやお使いになるデザイナーさんはちょっと知ったこっちゃないような話になってくるんですけど、一番カメラ構えると本当ですね、なかなか見ない、皆さん突き抜けば気になる、デザインとはもう私関係ないようにちょっとパーツ突き抜けちゃってんちゃうかみたいなのが出てきたりしてですね、まあ、これを目視じゃないと修正できないケースがあれば、エンジニアの力を借りてプログラム的に弾き出して修正することもあると。でもこれはもうもはや苦行のようなことですが、まあ、いらない点があるからデザインの影響ないけど取った方が綺麗になっちゃうかみたいな、誰がこれを見て綺麗だと思うかよくわかんないんですけど、まあ、そういうことをしていくと、そんな、ね、写真撮っていただいてありがとうございます飛ばそうかと思ってたんですけど、ありがとうございます。で、まあ、その辺が終わってくると、まあ、今度最後の完成度を見る感じで、太さの段階がある場合はどんどん太くなっていくときにバランスの方がないかとか、チェックして、まあ、これは中間の太さを決めるときのサンプルですね、まあ、どれぐらいの中間熱がいいかなみたいなのを出して、まあ、一つの主体が反射していくんですね。で、ここに出ているのは、さっきのちょっとディスプレイっぽいデザインチックな主体でしたけども、これは、シーンコという弊社では、売れ筋の主体なんですけど、こういうスタンダードの主体では、もっともっと細かい検査をするんですが、これ、木片の主体を並べているんですけど、一番左が、まあ、割かし、木片の幅が広い。で、真ん中の木片が、まあ、一般的なバランス感覚で、一番右がすごい狭い、まあ、これぐらいの幅の違いがあるんですけど、よく使われる真ん中ぐらいの木片の文字を適当に集めてきていたものがこれなんですね。で、これちょっと皆さん想像してみてほしいんですけど、まあ、この木片というかこの文字たちを
コピーして全てを同じところに全面配置、コマンド C、コマンド L かな、をして全部20文字ペタ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 とか同じレイヤーに層になるように貼っ付けたときに気変の重なり具合がどうなるか想像してほしいんですけど、重ねるとこうなるんですね。で、これの気変の左払いの部分をすごい拡大してみたのがこれなんですけど、これはコピペミスじゃないんですよ。このコピペミスではなくて、すごく細かく気変の寄り引きを調整しないと綺麗に並んで見えないみたいな感じで、ものすごく細かく調整をするという話でした。はい。あれ、大丈夫ですかね。大丈夫ですか。あと、ね、2時間ぐらいありますけど、頑張っていただいて、聞くかの方もね。じゃあ、細かい話をしましたが、ちょっと次の項目に移りまして、文字のデザインを、まあ、実際しているところをですね、真ん中の本間プロがデッサンしたところをですね、ちょっと撮影してきたので、見てほしいなと思います。本間さん、入れれそうだね、解説いただきますか。基本的にこれは新人研修として森沢で流民画っていうに原図用紙に骨格を書いてどん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 書体を書いていくっていう練習を入社3年ぐらい新入社員がやらされるんですね。これで基本的な美しい書体のバランスっていうのを把握して、で、まあ、製品の開発に役立てていくという感じなんですけど、映像は今骨格を書き終わって次にエレメントと呼ばれる肉付けをしているところですね。だいたいこの紙が6センチ×6センチぐらいかな、大きさで書いてます。これね、私もやりましたし、タルノさんもやったんですよね。やりました。私は何ならもっと長い期間やってましたね。何年ぐらいやったんですか。他の業務も含めて言えば3年以上やってるのかな覚えてないですけど営業もやってるんですか。大体森さんに入社した方は全員1回は書くんじゃないかなと思いますが、でもこれ、ね、研修でちょっと面白おかしく、ね、1日とかやるのはいいですけど、3年やるってどういう気持ちなんですか。多分その人の性格によって全然感じ方が違うと思うんですけど私はすごい手厚くしてくれるなと思って、まあ、それだけやっぱり文字を書くっていうのはしっかりとした研修と、まあ、知識と経験が必要なんだなと思いながらやってましたね。まあ、でもやっぱりこういうものをこう技術をインプットインプットしていったら次はアウトプットが必要なのかなと思うので、まあ、今はなんか稽古してね、いろんなプロジェクトもしてるのでちょうどいいかなと思います。まあ、実際これが書き終わったやつですね。しかもこれ書き終わった後に見せかけて先週じゃないですよね。ラフデッサンと呼ばれている謎の中間物。そうなんです。で、本当だったらこの後から雲形定規っていう漫画家の方が使われているような定規で清書をして、それを取り込んでデジタル化というフローが残ってますね。で、これまあ最初に研修ですって言いましたけど、まあ、このデッサンを経て書体化される書体もありますし、ものによっては最初からアウトラインで作りますし、まあ、書体の特性に合わせていくというところなんですけど、結構その森沢は割と手書きを未だに大事にしているのでちょっと古風な、ね、会社ですよね。で、タイプバンクはこういうのやらないんですよ。やってません。やってない。真面目だと、はい、やってます。逆にね、3年間これを書くのは
ここにいない、ここにいないですよね、そうで、はい、されてます、ね。結構メーカーによって、メーカーというか書体によって本当にね、まちまちですよね。で、本間さんはまあこれ、訓練として結構デッサン、まあ、させられているというとあれですけど、しているんですけど、ホバリ君も、割と個人的にはデッサンをする側の人なんですか？そうですね。決してデッサンしない派閥なわけではなくて、紙とペンを使って、はい、書くことは、結構ある方だとは思いますが、見て分かるように、なんか、さっきの ANN 字とちょっと意味が違うというか、いやーって感じで、ちょっとラフな感じですよね。ただ結構ね、うまい方だと思いますけどね。今そうですね、これ多分お手元のピンクの方の冊子に、今年じゃなくて、去年出たポンクという書体の、今、私が、それを太いのを作るという仕事をしている過程なんですけど、特にオーブン書体、アルファベットの書体の場合は、さっきみたいに一つのマスの中に一文字書くっていうかは、単語で固まった時の印象とかを見て書きたいので、なるべく単語を書くようにしています。これはなんかたまたま書きたい文字なのか、ちゃんと意味のある単語になる場合もあれば、意味はなくてもなんか書きたい文字を並べていく時もありますが、なるほどね。こんな感じで、そうですね。なんかリターエレメントがあるなと思ったら、それを隣に書いていたり、あと色を割と見るんですけど、こう黒い部分と白い部分の差がよくわかるように、結構僕は中を潰したいタイプで、逆に反対に周りを黒く塗るとよりその中の本来白い部分の形がよく見えて、なんかそういう部分がかっこよくしたいなと思ってこういうことをやったりしていて、別にこれは後でスキャンしてそれをイラストレーターというかパスでなじるわけではなくて、大体こんな感じかなと思って、あとはパソコンに向かってます。なるほど。これはさっき四角の中に書かないって言ってましたけど、本間さんが ANA の字をデッサンしてるときに、小林さんがそれをちょっと後ろで見ながら、峠との A の字を書いていただいて、これは四角の中に本来書かないと。で、これ、樽野さんの机なんですけど、何もないんですよ。紅茶とかしか。ハノさんだからデッサンしないんですよね。決まってしまえばあんまりしないかもしれないですね。でもしないこともないんですよってずっと決めているつもりなんですが、なんか一番最初迷った時とかに結構しますね。最初はもう結構デジタルから入ってやってしまうことも多いんですけど、デジタルから入って迷った時にちょっと戻って書いてみて、あ、やっぱりこの書体のこの材ペンだったら、あ、こういう風になるなっていうのはやっぱり実際書いてみて引き出すとかそういうのを感じないと、やっぱりちょっとイメージだけじゃできない形っていうのもあるので、まあ、手がかりにするときにちょっとするかなっていう感じですかね。全くしないわけではなく、ただまあがっつりする方でもないかな。とかね、スピード感みたいなのは実際書いてみると分からないことが多いんですからね。そうですね、やっぱりそこは一番大事なところかなというふうに思います。これがちなみに樽野さんのデッサンと。あ、そうですね、私今ここには雲型ないんですけど、雲型定規も昔はやっぱりよく使っていて結構好きだったんですけどね。でも最近はフリーハンドで書いてしまうことも結構多くて、清書っていう時に雲型は使うんですけど、あれは結局スキャンをするために、綺麗な線を描きましょうということなので、自分の中で形を決めたいなっていう時はもうラフで、私よくこのステップルのシャーペンをよく使ってるんですけど、それと1個前のスライドにあった細い消しゴム、右側のシルバーが消しゴム、そのステップル用の、ちょっと細かいところができるものの2つがあればもうほぼいける。ただ後ろに置いてあるのが
カリグラフィー展とかになるんですけど、まあ、そこはやっぱり、応募を作るときとかに迷ったら実際ちょっと書いてみて、まあ、形がどうなるのかなっていうのを追いかけてみたりとか、あと次のここにあって一番手前に桜咲き方出ることでちょっと恥ずかしいんですけど、これとかもちょっと今作ってる書体とかがちょっと柔らかいペンで書いた時の雰囲気の書体っていうのを今ちょっとやってるので、まあ、その実際この柔らかいペンで書いてみるとどういう線が出るのかなっていうのを試すためにいろんなペン結構買い集めて自分に書いてきてで書いたりとかっていうのはしていますね。うん、お二人は同じオーブンを作るチームだからこう目の前欲しいですよね。パーティションあるって見えないですか、ね、今結構相談です。結構このモニターが邪魔なんですけど、よくこうやってこう横にそれて小針さんっていうので呼びつけてこれどう思いますっていう、はい、資料とかを見て意見をもらえたり、まあ、こちらから意見を言ったりっていうことはあると思います。なるほど。ちょっと後ろにジャンプのヤバめのリストがあるので次のページいきますけど、これコーバーですか。はい、これ私です。はい、基本的にあるものは多分今タルムさんが言っていたようなものと同じようなものでメーカーが違う指定のメーカーないですかね。製造ですかね。あ、まあ、お好きなものをお好きに並べてるなぜかで、コーバーさんはさんの道具は少ない。そうですね、これは基本的にさっきお見せした映像で使っている道具なんですけど、この緑のバッグのやつがトレース台で、と本当に出てる剣強紙とか定規とかシャーペンとか筆箱とか使っているんですよね。一応この写っている紙箱とその下にあるシャープペンシルが文献から正式に支給されていたデザイナーの支給物で、そこからもう自由に言い難い、これちょっと重すぎるんで私は軽いのに入るとかそうなんですか。フォトデザイナー御用達のものだと思ってまして、勝手に弊社していてこれをみんなに配っていただけるので、これにこだわりがあるわけではないのですけれども、わかりました。わかりますか。はい、同じ話で同じようなシャーペン材持ってるんですけど、芯の太さを違えて持ってまして 0.1 刻みぐらいでも結局書きやすいのは今僕は 0.5 に落ち着いてるんですけど、 4B を使ってます。 4B の芯を使っていて、とても黒い、とても一番黒いやつを使っていて、それが最近気に入ってます。色をさっきのデッサンであと塗りたいので濃い方が白と黒の差が分かって、他の人が気に入って使ってます。はい、なんかね随分してる気がするんですよ。はい、本当の美しさに映りますが、まあ、そんなにやかにそうやって作られていった書体たちをデザイナーさん皆さんがちょっと、まあ、おすすめフォントを選んできていただいてですね、こういうところが美しく見えるんじゃないのみたいな、もしかしたらグラフィックデザイナーさんの皆さんとかとは違った目線があるかもしれないなと思いつつ聞いていただければと思いますが、これは、はい、小林さんですね。はい、さっきデッサン違いです。そうですね、今ピンクの冊子の方に載っていると思うんですけど、これ VONK でフォンクと呼びます。あ、そうですよね、我々フォンクと呼びますけど、フォンクと呼びがちですか。フォーです。フォーですね。これ 何がいいですか。私はいろんな要素が含まれているような書体が美しいと感じ好きでいまして、このフォンクですとこうゆったりしたカーブがあるんですけど、中のカウンターの部分とかに角みたいなのを感じる部分があったり、本文用に作られているんですけど、大きく使ってもこう微妙なカーブがあることによって、こう囲わずならないとか、
それってあのなかなか日本の皆さんあんまし目にしたことないようなデザインまだ目にしないようなものかもしれませんねと思ってますが、セリフ書体なんですよね。そうです、ね、印帳体なんですね。なのであのセリフ書体なのでこう結構筆の流れとかを感じるんですけど、こうつい分厚いセリフがついていることで、またそういう意味でもなんかいろんな要素が共存しているなと思ってます。これこう見ると結構派手に見えるかもしれないですけど、組んでみるとすごく読みやすいですよね。なんか人それぞれなんか美しいと思うのか違うはずですし、時代とか使う文脈によって変わると思うんですけど、いろんな要素があるといろんな場面で対応できるんじゃないかなと感じているところですので、これを選んでみました。はい、ちょっと押してるんでこの辺で私も、あ、また私、また私です。自社の書体だけをズバズバ言い続けるのが営業職が強くなるので、別の会社もと言われて選んだんですけど、これはフォントモントさんというメーカーが出しているスカーラという書体ですが、これもさっきと理由は同じで、いろんな要素が混じっている活字由来の骨格なんですけど、割とシンプルなセリフがついているところがいいなと思って選びました。で、そういういろんな要素が混じっていると、これスカラーサンズというあのセリフのないバージョンの表題書体として出していて、こういった違うスタイルともいろんな要素を持っていることで合わせやすくなるのかなと私は思っています。スカラーいいですよね。あのアドビフォンツが、アドビフォンツで同期することができます。ネイティブクラウドに入っている方だったら無料で使えたときみたいですね。はい、で次 A1 認証。はい、私もですね、はい、あの本当の美しさって言われると結構難しくて、さっき小針さんも言ったように結構まあ人それぞれだし、使う目的によって美しいっていう点が変わってくると思うので、ちょっとまあ自分の好みっていう視点で言ったらいいかなけど、まあ絵和明朝はご存知の方も多いと思うんですが、まあ、金色の名画とかに使われているかもしれない作者の代表的な書体の一つですね。で、これを選んだ理由っていうのは、この次のページとか見ていただいたら、あ、ごめん、ごめん、あの、単体で見たときに、この文字一つ一つをじっくり見てみると、A1 認証って、そこまですごい精緻にできているわけではないとか、品質がめちゃめちゃ高いわけでは、やっぱり古い書体なので、まあ、そんなにすごいいいわけではないんですけれども、ただ、あの、この書体の魅力っていうのは、その品質の高さとか、そういうところではないと思ってるんですね。品質の高さとはそうなんですか？品質の高さっていうか、例えばこの A の字とかを見ると、ちょっと点、もうちょっと左の方がいいのかなとか、ちょっと払い、もうちょっと上がってる方がバランスが取れるなとか、思うところはやっぱりあるんですけど、そこをポイントにしているわけではないのかなと思ってまして、次のページで、あの、左側に劉備、右側に平和明朝で、まあ、ちょっと単純な文章を打ってみたんですけども、あのなんか私がこれを見たときに思ったのは、なんかこう、まあ、今、プロジェクターですけど、紙にペタって乗る感じがするじゃないですか、平和明朝って。あのそれがなんかすごい目にこう止まるなと思っていまして、っていうのもなんかその単純に墨だまりがついてるからっていう理由だけじゃなくて、この A1 便乗の骨格自体がちょっとまあ言い方悪いかもしれないんですけど、ぬるっとしてる感じがと墨だまりがうまくマッチして、この独特な書体が生まれてるんだと思うんですね。なのでまあ美しい書体っていうのは、まあその単体美しいとかももちろん大事だとは思うんですけども、こういったいろんな要素がミックスされた上でバランスが取れているものが美しいのかなと思ったので選びました。すいません、慣れちゃった。
早く知りたい。襲名民調セリフっぽい。そうですね。主演民調っていうのは基本的に文庫本とかで使われる書籍数で使われる本となんですけど、私がこれを美しいなっていうふうに思ったのは、なんていうんですかね、小説で見たとき、小説とか小さいサイズで見たときと、こうアップにして見たときのギャップの強さがすごい驚いて、すごく印象に残っている本なんです。で、特に神奈川綺麗だなというふうに思うんですけど、とか例えて見てもらうと、最初の筆の入りの部分の形とか、抑揚とか、筆の押さえの部分とかっていうところにすごく人の手で書いた力っていうのを感じるなというところで、美しいなというふうに思う部分があって、挙げさせていただきました。でこれは、主演会って2009年でしたっけ、開国されてるんですよね。そうですね。で、主演民調自体は100年以上歴史がある、すごい歴史長い本当主体になってるんですけど、その時代時代に合わせて、今の時代だったらこうした方が見やすいとかっていう工夫もされて開発されてるっていうところも、私的には推しのポイントになってますね。そうですね、こう使い続けてもらうためにはやっぱり解説するんですけど、まあ、書体ってこう1回出してしまうと、ね、こう何十年何百年使われる可能性ありますから大事なことです。はい、バスズムシ、すいません、これも私、はい、ちょっと黄色が違ってデザイン書体になるんですけど、私がスズムシが美しいなって思うのは、ちょっと最初の方で話が出たんですけど、書体の品質の話で統一の話が出たと思うんです。で、基本的なパーツを最初に設計してどんどん拡張していくって話だったと思うんですけど、それってそのパーツのデザインが特徴的になればなるほど、いろんな文字を作っていくときにちょっとなんて言うんですかね、デザインがどんどん崩壊していくことがよくあるんですよね。でも、スズムシの場合は、なんて言うんですかね、点とか払いとかの形を本当にどんなにサイズが変わったり、パーツで分解して、パーツを他の字に流用したりとかしても、層がないデザインになっていると思うんですよね、いろんな字を見てると。で、そこが美しいなっていうふうに私は思います。四角く作っていくのって結構なんでしょうね、訓練な気もしますけど、そういうあえてバランスを崩していく文字って割とその人に、ね、依存してしまうので、まあこれはよくできるんですけど、なかなかこう崩そうとかできませんのではないような気がします。そうですね、作者の方が余白に気を使ってデザインをされていたと思うので、そういうところもこの独特のバランスの、なんていうんですかね、時代の原点になってるんじゃないかなというふうには思いますね。はい。次、道草。ちょっと時間ないので、さらっと言いますが、これ私なんですけど、明朝体のような感じなんですけど、明朝体の横線の端っこにある山みたいなのがないんですけど、ちょっと変わった雰囲気の書体かなと思いますけど、この書体は縦組みを推奨している書体でして、仮名の流れ自体にこう縦に流れるときれいに、表情が出るように作られているんですけど、これ実はちょっとした仕掛けがありまして、イラストレーターの中にあるオープンタイプ機能っていう、まあ、なんていうんですかね、書体の拡張機能ボタンみたいなのがあるんですけど、それ使ってもらうとこう自動的に人の手で書いたような音筆の流れというのが、出てくるような書体なんですよね。これ打ってる最中でどんどん文字が連綿していくんですけど、その辺の綺麗さを結構重要視して作られた書体で、オーブンとかだとよくこう連綿していくものであるんですけど、オーブンだとまだまだ珍しい方 でこれ広がってほしいなって私は思いました。ということですね。私完全に担当じゃないんですけど、これ結構皆さん知らない人が多いんじゃないかなって思うぐらい使ってこの機能をあんまり使ってくれてない気がするので、最近やってないけど、はい、
ぜひ使ってください。つながってるのを見かけるととても嬉しい。とても嬉しい。つなげていただいて。お手元の青い方の冊子にこの書体、内草、載っています、ね。最初からつなげたものを出せばいいんじゃないかっていう。という結論に、この使われない様を見て思いましたね。思いましたね。はい、思いました。じゃあ次、ピザハシキング。はい、早めに言います。あのピザハシ金魚と、あともう一個、カモメ竜曹、私つい僧侶って言いましたけど、竜曹、これらを、私も選ばせていただいたんですけど、これを選んだ理由っていうのは、まあ、こういう、そもそもこういうちょっとクラシックで硬い感じの主体が好きっていうのもあるんですけど、なんで好きなのかなと思ったときに、こういう書体って、懐の狭さって書くんですけど、懐っていうのは東っていう字があると思うんですけど、その東の中の四角い部分とかの大きさを、まあ、専門用語で言うことが多いんですが、そこがすごいギュッと狭いんですね。ギュッと狭いってことは、一文字で見たときに、その横、東の一番上の横角、横棒とかは長いので、そこに一文字の中で抑揚が出てくるんですよ。で、その抑揚が生まれることで、文字と文字の隙間にも空間ができてくるので、結構ゆったりした書体になるんですね。で、かつ、その、ギュッと狭くすることで空間が空くので、東とか水とかの払い、斜めの線がすごいゆったりと綺麗に流せるなんて個人的に思っていて、こういった、綺麗な、払いと抑揚の表情っていうのが、この本来は硬い書体にちょっとこう、マイルドさを加えて、なんかいい感じにまとめてくれるので、オールドとこういう硬い書体をミックスした書体っていうのは美しいなと、個人的に思います。なるほど。で、ちょっと時間をいい感じに戻してきましたけど、休憩前に最後にちょっと5分ほど、今、オールドとか、懐とかそういう専門用語っぽいのが出てきましたけども、その辺の選び方のコツというか、ちょっと書体を選ぶときの助けになるであろう基本的なお話ですが、最後に休憩にさせてもらおうかなと思いますけど、今も出ましたが、書体を選ぶときに懐とか重心で選んだりですね、あとエレメントというのは文字のパーツですけど、そこの特徴の、これらの掛け合わせで、どういう雰囲気の書体なのかなみたいなのを、選んでもらえばいいかなと思います。で、一番左がレーミンという一番モダンスタイルと呼ばれているもので、一番四角い、漢字も仮名も四角いで、ユーミンになると東の真ん中の口の部分がレーミンクラブでちょっとキュッと引き締まった感じになって、その分払いもちょっと滑らかな幽霊な感じになっていくんですけど、それがどんどんこう特化していくと、最後先に出てきたようなキザハシ金魚みたいにすごく払いが伸びやかになっていってというような感じになっていくんですね。で、これキザハシ金魚とかを見るとこんなちっちゃいんじゃないのと感じるかもしれませんけど、和文って全部同じ正方形の中に入っているですね、だからレーミンもキザハシ金魚も同じサイズなんですけど、こんな感じで同じ四角の中にデザインされているわけですね。で、キザハシ金魚は単純に小さくしているわけではなくて、要は中心を小さくすることで、その分こう四角ギリギリまで払いをぐぐっと伸ばして、品とかを出していこうかみたいな考えになっているかなと思います。なので、こうどれぐらいのオールド加減が皆さんがコンセプトでいいのかみたいなことを考えるときには、この四角の中のサイズ感とか引き締まり感みたいなのを意識してもらうと選びやすいんじゃないかっていうふうに思います。で、あとですね、そのパーツの特徴とかも、オールドモダンとかと同じくちょっと見てもらえばいいかなと思うんですけど、太ミンとリュウミンって東の口の具合見るとそんなに変わらないのかな、ちょっと太ミンの方が広いのかなとかって思いますけど、パーツをちょっと
一部分切り抜いてみると結構分かりやすくて、左が太みで右がリュックですけど、太みは結構点とか弧線の入りがズバッと切り取られたりすごく鋭い感じになってて、郵便の方がもう少し有機的になってて、じゃあ郵便の方がちょっとパリッとした冷たい空気が表情を演出できるのかなみたいな、まあ、そういうアプローチで書体を選ぶというのがあると思いますので、皆さん仮名は結構これ好みとかで見分けやすいと思うんですけど、まあ、漢字に関してはこういうものが選ぶ時のまたスキル一つなのがいいかなという感じですね。で、まあ、これ上段がモダンと呼ばれているようなスタイルの書体で、まあ、下段が、まあ、もう少しクラシックなものたち。で、これがオールドになってくるとぐっとちょっと色気が出てくるんですけど、まあ、上段が何でしょうね、本門から昔まで行けるような書体で、まあ、下段はどちらかというと見出しで使われるというふうに思います。で、さっきのお話があると、形とかを見るとなるほどなとは皆さん思っていただけるのではないかなと思いますので、ぜひぜひ参考にしていただければと思いますが、あと2分ぐらいビデオがあっていい感じなんですけど、何かありますか、ごめんなさい。オールの方は縦組が綺麗です。縦組の方が綺麗ですね。結構金金縦組を意識した形になっていることが多いですよね。大丈夫ですか、パンデ先生。大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあ大丈夫でした。はい、それでは、後半戦で、フォントのトレンドについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では引き続きよろしくお願いします。今日は我々チームがね、ベラベラしてるのこのロックでコメントされてますからね。で、今日はトレンドといってもいろんな切り口があると思いますが、今回はこの2つを軸に話していきたいなと思ってます。で、マルチリンガルフォントとかっていうのを書いてますけど、言語をまたいでデザインされたフォントですね、まあ、多言語フォントとかって呼ばれたりしますけど、そのお話が一つで、あと最後にバリアブルフォントと呼ばれている新しいフォントのフォーマット企画ができまして、今までのフォントではできなかったようなことが再現できるようになるなってきつつあります。で、そこを最後にご紹介したいなと思いますが、まずはこっちで、このマルチリンガルフォントというのは同じデザイン思想に基づいて複数の言語をサポートするフォントのことを指す。さくら、たるの、なるほど、合ってますか。これは富田さんが書いてくださった文章なんですけども思いは私も一緒でね、まあ、トレンドという話なので、今、ね、いろいろ訪日される方も多いですし、グローバル化でいろいろホームページとかで多言語を必要とされているところも多いかなと思うので、まあ、そういうところにどう書体が絡んでいくかなっていうところを話をしたいのかなと思ってますで、本句なんで出てきたかっていうと、ちょっとタイトルの方を見ていただきたいんですけど、本句プロってついてるんですね。まあ、日本語でもプロとかはあるので、まあ、そんなに違和感ある言葉ではないと思うんですけど、弊社も最近ね、言語サポートっていうのをちょっと充実化させようかなと思って、いろいろ取り組んでまして、このプロっていうのも最近ちょっとうちの森沢の中でできた独自の企画で90以上の言語を、まあ、サポートするセルですね。98と例えば これ、おととし、水色の冊子に載ってるんですけど、シトリンっていう、まあ、A1 語詞に合うオーブンとしても出てるんですが、シトリンっていう書体とかもこのプロっていう森沢のセットに含まれています。で、見ていただいたら分かると思うんですけども、英語とかフランス語とか、まあ、一般的な皆さんが想像しやすいラテンアルファベットの言語だけじゃなくて、まあ、スウェーデンとかフィンランドとかも割とそのラテンアルファベットを主に使うような国々っていうのを幅広くサポートする、セットになっています。
フランス語とかは非常にマークついてますけど、こう、ね、北欧の方になると舌とか上下についたりとか、いろんなマークがついてますよね。なんかフィンランドとか可愛いんですよね。多いかなんか点々ついて、なんか顔みたいに見えたりとか、なんかそういった言語とかも、あのアクセント記号っていうんですかね、あのつけてあげる必要があるんですけども、そういった記号類とかも、まあ、充実化させて、ここまで拡張しています。我々日本語を使う、人々って日本人だけとか日本人だと思うんですけど、ラテンアルファベットを使う人たちっていろんな国々とかいろんな言語が使う人たちがいるんですよね。でそうなった時に、じゃあ英語だけサポートしておけばいいのか、フランス語だけサポートしておけばいいのかというと、まあ、国々によってその力の入れ具合はフォントメーカーによって違うかな、なんか経済がすごく待ってるところだけやるのみたいなことになると、結構公平感みたいなのが出てきたりとか、フランスですごく成功したコンテンツを今度スウェーデンにやってたときにうまく組めないみたいなことが、まあ、ないように、できるだけこう、ね、近年は言語サポートは充実させましょうという流れになりますね。で、こちらは。はい、今度またちょっと主体面に行ってほしいんですけども、クラリモ UDPE、今度プロじゃないんですね。プロの上にさらに PE っていうパンヨーロピアンっていうサイトを作っていまして、それが150言語ぐらいですかね、大体。151?151。主に増えるのは、ロシアとかギリシャで使われるスクリプ、文字が増えるので、まあ、それを増やすだけでサポートできる言語は増えるんですけども、まあ、こういったものを作って、でちなみにクラリモこの書体はちょうど先月1月にリリースされたばっかりなんですけど、まあ、このピンクの方にも載ってるので、見ていただいたらいいかなと思うんですけど、2つぐらい前に戻してる、これ、先月リリースされたばかりで、まあ、基本的に、なんですかね、ヒューマニストのよう、あったかいような要素も持ちつつ、ちょっとジオメトリックな硬い要素を持って、併せ持っているような書体で、まあ、シンプルなんですけど、なんですかね、親しみやすい書体になっています。そうですか、小林さんと同じような印象ですか。はい。信号に合わせるというために、作られたものですが、こう信号ってバーンと日本語はこうすごく字面が大きいんですけど、それに合わせて大群も大きく近くするのではないというところがいいなと思ってますけど、だからといって合わないわけではなくて、まあ、うまい具合に調和できてるんじゃないかなと思ってます。幅がちょっと広い。なので、まあ、ロシア、ギリシャもカバーしてきて、で今言ったように、これ、ユーリ信号、皆さん結構、弊社の代表的なゴシック体の一つなんですけど、ユーリ信号っていう和文書体とマッチするように作られた欧文書体でもあるんですね。ただ、さっきの、もう一回、ちょっと、こちら。もう一個。これ、すいません、上が、まあ、ユーリ信号で、下がプラリモで組んでるんですけども、もちろんユーリ信号に合わせてデザインはしてるんですけども、それだけじゃなくて、単体としても、本格的なオーブンとして使えるように、作ってまして、まあ、森さんの中では結構本格的に取り組んでいる書体の一つなのかなと思っています。っていうのが、次のページに行っていただいたらいいんですけど、タテンの PE、パンヨーロピアン、ロシア、ギリシャ以外にも、同じシリーズとして、クラリモ、クユリーとして、右上がタイかな。右下がアラビアかな、間違ってたよ、違う、インディー、イングランドかな、で、左下がアラビアですかね、そうですね。っていうふうに、
ラテンだけじゃなくて他の違う全く違うこの文字を使う言語っていうのにも、注力して作っています。なので、日本語もあれば英語もあれば反対字、反対字、反対字、あとハングルなども、同じ UD 信号、地区に、展開してますので、こういったいうふうに、定義して同じ印象で、文字を組めるということが可能になるかなと思っています。こういうふうに例としてこれは空港の、いろんな国の人々が行き交うようなシーンをサイネージとかで使ってもらうとデザインを統一して、作れたりしますし、さっき言ったように、中国で仕事をやっている、ジャンプランドがあって日本にも台湾にもなった時に似て非なる感じを使いますので、そこでちゃんとお開発できるようなこれはさっきと言った空港のサインですけども、その国第1言語、第2言語ちゃんと表現できるみたいなことです。これは数の差です。知らせではないんですけど、上で組んだのが、ユディ、クラリモとユディシンゴと、クラリモの、あれはアラビックで、上と下でちょっとだけ印象が違うと思うんですけど、やっぱりその UD 信号とかプラリモラテンの印象に合わせようと思ったら上のディパーチャーになると思うんですけども、でも実際ネイティブの人にそのアラビア語をネイティブにしている人に聞くと、どっちがナチュラルに見えるかっていうと下らしいんですね。で、やっぱりこのイメージ合わせて作ってはいるんですけども、やっぱり結局ユーザーさんが使う目的、そのいろんなその目的に合わせて上の方がいいかとか下の方がやっぱりそのネイティブの人に優しくした方がいいかとか、そういうふうに使い分けをしていくことが大事なのかなと思います。そうですね。コンテンツを外に出したり中に入れたりって今後どんどん増えていきますと思うんですけども、森さんは割と積極的に今後はゲームをまたぐような多言語のことはついていくと思いますので、ぜひぜひパスポートもうちのサブスクリプションのサービスにも入りますので使っていただければなと。っていうお話が一つ。最後ロシア忘れてました。私も忘れてました、はい、なぜここにいきなり違う書体が入っているかというと、今言ったように、言語サポートを充実化させている一環として、私が今ちょうどしている仕事を少しご紹介させていただいたらいただけたらなと思ったので、今ちょっとロシアという書体を入れてるんですけども、この書体は2014年かな、の森沢のコンペティションっていうものをやってまして、それで波本さんという方が受賞された作品を、フォント化したのがロシオという書体なんですね。私自身は今このロシオという書体の太い方のウェイトを作るという仕事をしています。で、合わせてそうですね、レギュラーからヘビーまでっていう感じで作っています。で、デザインプロセス、ちょっとだけ書体の紹介の話になってしまうんですが、一番最初にこのロシオをウェイトトークしていきましょうという話になったときに、割とオリジナルのロシオの持つ手書き感というのが線のうねり、アウトラインのうねりにあるのかなと思ったので、最初は2段目にあるような試作段階なんですけども、単にそのアウトラインをそのまま太めていく形で作っていってたんですが、最終今は一番下の
欄にある太い方に落ち着いてます。すいません、あんまり差がわからないかもしれないんですけど、あんまりその線のうねりっていうのが太いウェイトになった時に手書きのなんかこう柔らかさっていうのを表現する要素ではないなと思ったので、まあ、最終的にはペンの柔らかいペンで描いた、さっき写真に写ってたあのフェルトペンですね、ものが端々に出るように形をレギュラーよりはオリジナルよりはシンプルにしながら描いていったというデザインプロセスですね。で、あとはウェイトをどう決めるかっていうのも、まあ、4ウェイトにするのか5ウェイトにするのかっていうのは迷いながらも、結局4ウェイトにする予定です。まだ開発中なので、これもまだ全然デザインはこの後変わっていくかもしれないんですが、これはやっぱりレギュラーとゴールドっていう関係性っていうのは割と一緒に使ったりすることも多いので、そこは綺麗に見える必要があるなという判断のもと、ちょっと5ウェイトにすると差がぼやけてしまうので、間に入るウェイト数が多いっていうことは、一個一個の、ウェイトの間が差が小さくなってしまうので、まあ、結論今4ウェイトにしようかなという話をしています。で、ここでまたちょっとさっきの言語サポートの話に戻りまして、ラシオもその私は今ウェイト展開を太い方を作るとともに、レギュラーの文字っていうのは今発売済みのロシオっていうのはちょっと文字数が少ないんですね。で、今プロのセットに基準にはまるような文字セットに拡張するという作業もしています。レギュラーも文字を増やしてますね。はい、文字をどんどん増やしてます。なので、例えばこれはトルコ語ですね。まあ、やっぱり文字を増やすということはその言語で確認をする必要があるので、まあ今節丁寧に全部の言語をしているわけではないんですけど、まあ、一応こうその作ったグリーフ文字がどのように見えるかというこういうふうに実際ちょっと組んでみてみたりとか、あとこれはベトナム語ですね。読めます。ベトナム語って実はこのラテンから発生したこの文字を使って使ってる言語なんですね。まあ、ベトナム語プロは小針さんがプロなんですけども、社内で作るのにもね、なかなかリソースとかも少ないのでちょっと大変なんですが、まあ、実際どういうふうに見えるかとか、どこにこのアクセントって記号類をつけたら読みやすいかとか、ちょっとそういうのを試行錯誤しながら今作っているところです。前半と変わって急に込みた話になりましたが、グラフィックのデザインとかと最も違うところの一つだと思うんですけど、各言語の事情とか歴史とかをしっかり調べないと間違った形を採用してしまったりとか、なんとなくで形を決めると実はネイティブの方にふさわしくないみたいなことってよくよく起きるので、まあ、この辺はデザイン作業でありつつも、なんでしょうね、こう歴史とかをしっかり追いかけてという作業も必要になっていくので、まあ、デザイナーの皆さんその辺、特にアルファベットを使う方はね、大変な作業かなと思います。小針さん、日本でもしかしたらベトナム語の文字を一番作っているのではないかと気にされています。はい、はい、どうですか、ベトナム語の出来は。これさっきスライドが出来上がった時に伝えたんですけども、話されたんです。O の横にこれこれですね、はいはいはい、その上についてるやつがなんかぶつかりそうで近いんじゃないという話をさっきここに来る前にしてきました。明日帰ったら早速修正します。じゃあちょっと振っちゃって、はい、はい、なのでこれまだ全然開発中の途中なので、まあ、最終形ではないんですけど、まあ、そういうところを意見交換しながら作っています。ベトナム語で困っている方がいらしたので、絶対小林さんに紹介してた方がいいですね。本当にお詳しい、ね、そうなんです。ベトナムには行ったことはないですね。行ったことないし全く読めないです。
でも形の歴史はちゃんと楽しみに追いかけて、どれがいいと思われるかみたいなのは答えられるかもしれない。ちょっと私ツイッターにベトナムの人って書かれる。いやいや、食べてくださいよ。ベトナムの人ですよ。はい、じゃあ、最後、バリアブルカウント。で、これも、一応説明文がありまして、一つのファイルでありながら複数のフォントのように動作する。ジョン・ハドソン。意味もわかんないし、ジョン・ハドソン誰かわかんないですけど、小林さん。はい。わかんないですよね。わかんないね。はい。聞いたことある方いますか？バリアブルフォント。ちらほらですかね。この図もですね、書いた人しかわかんない。本当わかんないよね。僕が書いてますから、ね。はい。一方体のつもりで、こう、中が透けている状態なんですけど、よく見ると、A の形というか、なんかエレメントの特徴、太さとか、幅とか、コントラストが違いますね。それで中間を取ると、こういうのができますねという図なんですけど、これ今初めて見た人はどれが正面なのか全然わかんない。めちゃくちゃってするんだけど、パドソンしかわかんないね。じゃあ、もうちょっとわかりやすい動画が。そのフォントデータ自体では1個のフォントファイルしかないんですけど、こう太さとか幅をパラメーターで無限にいじれるというのが、その今広く使われているオープンタイプっていうフォントのフォーマットの拡張として2016年に発表されたものです。これも別にぐにゃぐにゃ動いてるだけで何かが分かるようなものでもない気がします。さっき、ね、タルノさんがロシオという書体を作ってて、中間のウェイトの数を3つにするか4つにするかみたいな、あれってなんか、ね、多い方がいいんじゃないのって皆さん思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、レギュラーの太さで組んでその中で強調したいところをボールドにするってなった時に、レギュラーとボールドの太さの変わり具合、込み具合って結構大事だったりするので、なんかその辺のバランスを考えると3つの方がいいのかなとか、そういうところが我々としては組み派のことを考えるとあるわけですが、もうこうなってくると無段階に変化するからねっていう話ですね、これはね。はいはい、でこれ、実際にどういうところで使われるのかなというか、まだ全然広く普及しているようなものではないと思いますが、私はこのバリアブルフォントには機能的に便利な面と、こう表現的な新しさみたいな2つ可能性を感じていまして、まず機能的に便利になりそうだなと思うものをいくつかデモを取ってきたので紹介します。で、話しますよ。もう今ゴシック MB101 といううちの和文書体で文章を作ったんですが、オーブン部分を変えたいなと思って、アドビさんのアッキュミという書体が良さそうだと。で、ボールドっていうウェイトを選択してみたら、ちょっと小さいので、110% にして、大きさはいい感じになったなと。ちょっとこのバリアブルフォントの部分とは、ちょっと細く感じたので、もっと太くしようかなって思って、次に太いブラックというウェイトにしたんですけど、太すぎたので、やっぱこれでいいやってなるんですけど、これがバリアブルフォントの場合だと、これアクティビーバリアブルというのが、アドビさんがすでにリリースしているものがあって、パラメータが出てくるんです。それでこうほぼ無限に太さが調整できる。なのでこの和文の部分に合った太さを自分で調整して選んであげる。さっきよりもいい。さらにこのアッキュミにはこの地幅っていうパラメータもあって、地幅も変えられる。結構和文は正方形なので、オーブンが結構
四角いというか広い方が調和するので、それも自分のいいように調整してあげればいい。もうほんの少しだけ太くしたいという時も、もうほんの少しだけパラメータを動かせばいい。いいなと思ったら、なんか目を輝かせてください。そうでもないなと思ったら、なんか首をかしげるなと。そうですね。そうでもなさそうです。でもこれはコマリ君が作ったやつじゃないもんね。そうですね。でも攻撃的に、まあ、日本語かその組み合わせ、欧文かどっちかが無限に調整できると便利なことが多いんじゃないかなと。結構それで初代の選択肢が狭まってしまう場合が多い気がするので、太さが合わない。それがなんかこれだとなくなる気はしますか。押しております。はい、はい、さらにここにもこれはあの M みたいなロゴがあったとして、これにどういうのを仕込んでいるかというと、この細い部分の太みというかコントラストが調整できるパラメータを、今回作ってみました。こういうものがあるとどういうことができるかというと、この道具を小さく使いたいとか、このデバイスではこのサイズで使いたいとか、そういう時に小さくしすぎると細い部分がちょっと消えて見えてしまうので、さっきのパラメーターをちょっと増やしてこのぐらいにしましょう。もうちょっと小さく使う場合はこのパラメータにしましょう。なんかそういう決め事が作れるんじゃないかなと。これは別にロゴに限らず、あのアイコンとかボタンとかでも画面の表示サイズによって、調整してあげるといいんじゃないかなと思って今でもお見せしています。ロゴの場合だと必ずしも黒い文字が出てくるわけではなくて、白抜きで使うようなロゴもあると思うんですけど、どうしてもその細い部分が潰れて見えてしまうことがあるので、白抜きの時はこのパラメーターにしましょうか。はい、これ白抜きがどんどんちっちゃくしてどんどん太くしていくんだと思いますが、そうちょっと時間的なものが入ってきている的な流れで、はい、続きます。これが今の機能的な面でどうですか。それでも便利そうですかね。あんな前提いらっしゃる。で、我々はちょっと表現面でも、いや、あれですよ、時間のこと以外も考えてますよ。表現の可能性みたいなのを考えたいなと思って、何個かデモを作ってきました。2文字だけなんですけど、2文字だけですが、ANN 字と A っていうのを作ってきました。まず最初のデモです。こういうことができるんじゃないかなと思って。明朝がおしっくりになるという、うん、ちょっと間がそんなにいらない。そうですよね、これルールに行くから楽しく見えるじゃないですか。新しいなって思うじゃないですか。でも果たしてこのこれ微調整する意味ないですよね。笑ってるということは別にミンチョが欲しくどっちか使えばいいんですけど、横が消えていくところが気持ち悪いんですよ、ね、もう一個別の例です。これはどうなりますかね。
先ほど皆さんと一緒にお勉強したモダンとかオールドとかところが小さくなったり大きくなったり、これはいい、いいですか、いいですか、普通、これはですね、今、まあ、いいですよね、これはでも、ね、もう我々で褒め合うしかないから僕はいいと思いますけどでも、こう、書体を選ぶときってですね、オールドだからこれ、モダンなのが欲しいからこれ、その中間がいいからこれっていうわけでもないというか、そんなしかいっぱいあるじゃないですか。別にそれでいいというか、何も新しい表現はしてないし、なんか微調整してる風ですけど、この中でしかできてない。この「あ」が嫌われた瞬間にも調整する必要なくなるので、大丈夫、綺麗なんです。でもそのこうちょっとだけもうちょっとニュアンス出したいなみたいな時にこういうのを使ってみてほしいですよね。その太さが変わるとかっていうのはその、まあ、機能的にっていう言い方しましたけど、その何でしょうね、こう足らない何かを埋めてくれるものとしての役割はあると思うんですよ。でもこの絵に関しては表現、ね、筋肉の方も急げと言ってますから、表現の可能性を結構追求するのがフォントメーカーの、まあ、使命じゃないですけど、ね、我々考えていきたいところですよね。じゃあということでまた別の例ですが、じゃあちょっとこれ10 20秒くらいでまた同じような例ですけど、どこが変わったんでしょうか。そのちょっとゆっくりぬるっと書いたものからもうちょっとシュッとスピード感のあるようなエレメントに微妙に変わっていくというパラメータを作ってみました。けどこういうことなんじゃないんですかねと私は言いたいんですけど、そういう微妙なニュアンスを調整できるっていうのが今までになかったというか、もうちょっとだけスピード感欲しいとか、もうちょっと粘り気が欲しいとかいうときに、こういうパラメーターでいじれるといいんじゃないかな。もう言葉で表現できない違いみたいなのが、このバリアブルフォントのパラメーターによって選ぶことができるんじゃないかなと思ってるんですけど、思ってる人もいる。何が変わったか分からない人もいる。ちょっとね、無理やりまとめますけど、これはサンプルで作ってきただけなんですけど、技術が公開されたのが1年半ぐらい前ですかね。で、オーブンって文字数少ないんで、ちょろっと出始めてるんですけど、和文はまだまだどこのメーカーさんの試作段階なのかなと思ってます。でも近い将来こういうものが実際本当となって出て、微妙なニュアンスの違いを表現できるものがお届けできるはずですので、まあ、今日はちょっと未来の一部をちょっと見ていただいたみたいな、もう一回、もう一個、もう終わる。最後に一番評判、最後が見せて、あ、本当だ、相川さんごめんね、ちょっとね、相川さん急いでください、ね。これが一番かっこいいやつ、ね、一番かっこいいやつですよ。急に腰くらいですけど。今の踏まえた上で 何が変わるか、これ気づきますかね、線の先端に抑揚がどんどんついていったりなくなったりするやつですね。これもやっぱ抑揚ありすぎた状態とかあったんですけど、その抑揚を嫌われたらもう使ってくれないですけど、それから気づきました。角の丸さを変えられる。皆さん嬉しそうです。皆さん嬉しそうです。
私は少しだけ嬉しいですけど、はい、さんも OK ですか。こうフレアとね、丸みを組み合わせたり、もっといろんなことができますよ、ね。じゃあこの辺で、すいませんが、あ、すいません、巻きで申し訳ないです。ちょっと今日の勉強会と本質と外れるので、もうさらっと来てくれます。まあ今日来た時に、まあ半袖でかい人がいると思ったかもしれませんけど、一応でかいにはでかいなりの理由がありまして、学生時代はまあ水泳と水球をやってまして、で、海がすごく好きで、サーフィンとか、ウィンドサーフィンとかも、まあ昔はしてたんですけど、最近の趣味は聞いたりです。まあ、僕はですね、業務外で AFP という集団を立ち上げたんですね。まあ、これは森さんの社員で、私ともう一人の人間でやってるんですけど、まあ、結構WeWork っていう、まあ、コワーキングスペースで、自重トレーニングセミナーっていうのも過去、まあ、数回やってまして、で社内でも何回かやってます。でもし、まあ、コワーキングスペースで、まあ、なんかコラボ企画でフィットネス系やりたいよって話がありましたら、ぜひ、お声掛けいただけたらと思います。はい。今日話しとったらこのやつです。お話しに次です。皆さん、使いたい方多いと思うんですけど、デスクトップフォント、イラストレーターとかインターネットとか、モイスカパスポートというものがあります。で、今までお話しいただいたフォントというのはこちらでお使いいただけますので、ぜひ今日のお話を聞いた上でまたうちのフォントを使ってみると、少し新鮮になるかと思います。これは、いろんな書籍に使われてますよという話です。でもう一つ組み込み用フォントっていうのがあります。はい。で、ちょっとスマホを事例にしたいんですけど、はい。シャープさんのアコースゼロっていうフォント、結構スマホにはですね、フォントが全然搭載されていて、例えばそこで見える臨場体、ロジック体だったら、うちの信号が表示されるということです。あと、ウェブフォントっていう、タイプスキャンっていう、私たちのウェブフォントサービスっていうのもあります。技術的なものなんですけど、デバイス問わず、我々の、タイプスキャンサーバーから JavaScript のフォントを、送るので、ブラウザ側で生成するので、デバイス関係なく、フォントが表示されますよっていう図ですね。はい。本当簡単で、JavaScript を差し込んでフォント画面を書くだけで、ライブサイトに使うことができますということですね。ちょっとこれ事例なんですけど、サムスン電子ジャパンさんの Galaxy Mobile Japan の公式サイトでは、うちの UD 信号を使ってます。で、これは、ですね、UD 信号を使っている理由っていうのは、結構 Galaxy っていうロゴに合う書体っていうのを探してたんですね。その時に弊社の UD 信号を採用していただいたという背景があります。で、今までデスクトップ PC だったり、スマホとか、タブレットってきてるんですけど、今後何が来るかなと僕は考えているんですね。次。ちょっと神戸デジタルローさんとの出会いがありました。でですね、今後ですね、ミックスドリアリティ、仮想現実っていうんですけども、現実と仮想が一緒になる空間、そういったところで、本当ってこだわってくるんじゃないかなというふうに考えています。はい、で、そのためコンテンツをもう2つ作りまして、ディスプレイアシスタントとクリエイティブデザインX ですね、こちらをもうすでに展示会で、もうすでに出して、で、特にディスプレイアシスタントに関しては、コンテンツ2018に出展して、台湾の方だったり中国の方とかにも見ていただきました。で、ディスプレイアシスタントは、実際これマイクロソフトのホロレンズを使って、自転車を見ている風景なんですけども、エアタップをすると言語が変わったりとかしますし、空間認識しているので、近づいたらより 3D な環境で見ていただくことができます。で、なぜこういうことをやっているかというと、例えば展示会で自転車のブースがあったとして、実物があってカタログを渡すだけでも、なかなかその後って、購買に至るにはなかなかちょっとハードルが高いかなと思うんですね。その後、見ていいけども、忘れてしまうような、ただ、こういったホロレンズを、例えば展示会とかで、見せることによって、ユーザーの体験、購買体験、ユーザーがこういうことを体験することで購買のきっかけがつながるんじゃないかと、それを解決するのがホロレンズだったと。で、そこでこだわるんだったら本当に必要だよねっていう提案です。で、クリエイティブデザインXはまた違うコンテンツなんですけど、結構ですね、これは実際電車の広告に、ホロレンズを見るとその広告があるように見えるんです。で、そこをエアタップすると書体が変わってくるというようなものなんですけど、これが結構ですね、印刷会社とかで、広告、デザインしましたと。で、印刷しました。で、実際そこに貼られてみるとイメージと違うよねって形で結構クレームだったりするんですね。それを解決するたびに、手段の一つがホロレンズかなと。で、その中も当然書体はこだわるかなということで、このコンテンツを作りました。
で、最近ですが、ホロレンズハッカソンとかでも、我々、協賛とか、本店を提供してて、いろんなクリエイターたちに使っていく機会を、今後増えて、増やしていきたいなと思います。はい。で、今まで、アンケートを取りまして、この3つだけなんですけど、UD、CO、R でしたり、芸人が見やすいという結果が出ております。で、どのフォントが好きかというのも UD、CO をご選びいただいている状況であります。で、このコンテンツはですね、今日、実は神戸デジタルラボさんも来ていただいてて、ホロレンズ実機持ってますので、クリエイティブデザイン X、広告型のものを実際に見ていただけることができますので、もし興味があれば、ぜひお試しいただければと思います。私は以上です。ね、相川君の筋肉ないと、はい、で続きまして、森沢の皆様とヤフーのデザイナーを交えた座談会に移ります。じゃあ、座談会に参加されるヤフーの皆様よろしくお願いします。はい、今回のもじもじ勉強会の副題にございます、作り方と使い方ということで、作り方は森沢さん、使い方はヤフーさん、ヤフーの皆さんということで、この座談会を企画しています。それでは新登場の、ヤフーの金子さん、田島さんに、金子さんからうちご紹介いただければと思います。金子と申します。2014年の2月に中途でちょうど2月なんで5年になりました。2001年の大阪芸大というところを卒業しまして、ずっとフリーランスでやってたんですけど、2015年からヤフーの一部です。今現在は、株式会社ギャオの方で出向していて、ギャオという方なんですけど、私はまだまだ趣味レベルですけど、自分でフォントを作ったりとかあるので、今日こういう機会でありました。よろしくお願いします。こんばんは、田島佳穂と言います。 Yahoo で2016年に新卒入社でデザイナーとして今働いています。担当サービスは Yahoo プレミアムという月額会員のサービスでデザイナーをしています。プロモーション制作とかで結構コメントとか使って、今回は、大人会で参加させていただきました。段階の方に入っていきたいと思います。一応こちらにトピックはあるんですけども、本当にもう4月まで好きなことを話していただきたいなと思って次第であります。一応最初に話題を振らせていただくと、フォントを選ぶポイントということで、作り手から普段フォントを作るときに使えてることを思って、どういうことに気をつけて、フォントを作られている方とかっていうのをちょっとお伺いできればなというふうに思いますが、森さんのお二方いかがでしょうか。難しいですね。フォントをどういうふうに作ってるかですよね、皆さん。結構その視点ってすごい大事なんですけど、結構デザイナーは作り始めちゃうと抜けやすいポイントでもあるんですね。最終エンドユーザーの方たちがどう使うかとかって結構、で作る側からはちょっと遠くなってしまうので、逆に何かありますかね。無茶ぶり。森沢の製品って森沢パスポートっていうのがメインなんか一番売れ筋なんですけど、1年間5万円ぐらいですかね、いただいて、森沢が持っている全てのフォントのライセンスをお貸しするみたいな、一文いくらみたいなサービスなんですけど、なのでこう、そのサービスが始まる前は、その一番皆さんが欲しい、よく使うものをとにかく作るみたいな感じだったんですけど、サブスクリプションになると、森沢フォントも、パスポート持っとけば、もうフォント買わなくていいやというところが一つのゴールなので、そのジャンル的にはもう、網羅的にこう行くみたいなのが結構大事にしている一つでして、なのでそういう意味ではこう漏れないように作ってるつもりなんですけど、こういうのが足らないとか困ってるとか困ってることしかないとか何かあります。困ってることは得意ないですけど、先ほど見せていただいたワムフォントとかバリアブルフォントってすごい画期的だなと思っていて、オーブンの方は知ってたんですけど、ワムフォントで見せていただいたの初めてだったので、
感じで、やっぱりこうプロモーションとかってなんか見出しとかでメインビジュアルでこうがっつり担当を使うんですけど、やっぱ既存のフォントを少し、ちょっとデザイナーさんがいる前にいるのはいじっちゃうというか、ちょっともう少し可読性上げたいなみたいな感じで少しパスをいじっちゃったりするので、エレメントが少し変わるとか、ほんとちょびっとだけ変わるだけですごい嬉しいなと思ったので、ぜひ誕生していただいたらぜひ使いたいと思います。あそこで反省してる話ちなみに、さっき の駆け足だったんですけど、画像、映像の中で、どの、なんだろう、いろいろあったと思うんですよ。端っこが丸くなるとか、ちょっとフレアになるとか、なんかもう民情から五色に変わるとか、なんか どれが一番魅力的に思いますか？最初ですね、下心かなんかで少し変わるのか、明るくなるとか、可読性がやっぱちょっと足りないなっていう時に、ちょっとそういう見やすくさ、いじっちゃうので、なんか私的には一番最初のやつが使いやすいなって思いましたけど、ドラマはね、すごい貴重な意見ですよね。もうこれは小森さんに生かしていただいて、もう交互期待というところかなと思います。その流れの話だと、コンデンスをさせることができるから、やっぱりウェブって基本的にこう流し込むのしかなかった気がする。もうちょっとだけ幅が狭かったら収まるのにみたいなことがめちゃくちゃありますよね。皆さんなんかそういう運動してくれてるみたいな、そういうところだ。ほぼ文字のその形のイメージを変えずに微妙に収められるようにできるとかは、ウェブで本当にできない。印刷物だと、その、まあ、感覚的にちょっと不自然にならないように詰めたりとかっていうことができると思うんですけど、それができるなら、で、それでウェブフォントとして出力してほしいし、このページのこの際、この書体でこの幅、微妙なこのパラメータいじったやつをセットにして、確かね、今バリアブルフォントをサポートしているのは野木さんのイラストレーターと、なんか近々インデザインをサポートするんですけど、ウェブは HTML ファイルですかね。HTML5 はちょっとサポートしているそうで、もう使える環境は徐々にあるらしいんですよね。でただ和文フォントってオープンと違ってデータよりはすごく速くて、流し込むってまだ重たかったりする話なんですよ。今我々としてはデザイン性についてしないといけないし、データどんだけ軽くできるのかなっていうのが課題の一つなんですけど、実現はできたでいくんだと。データの軽さで、長年喋っちゃったんですね。データの軽さで、さっきバリアブルフォントを見てて思ったんですけど、あれってポイントって、どこに、なんていうか、設計の仕方って、最初にその変化の 最初と最後をデザインしておいて、それ用にポイントを増やしてる。ポイントは実は増やさなくて、最初と最後だけポイントの数を合わせて作ると真ん中は自動的に出力される。ああ、じゃあこのグイってこう端っこのところとかはベジェ曲線グイってやってるっていうことか。真ん中の形をイメージしながら端細い太いところを作るから、イラストレーターとかでブレンド機能、はい、これとこれ混ぜたら真ん中の画像できますよみたいなのをポイント揃えることで、お破綻なく作るみたいなのが、簡単にとバリアルフォントとか、ゲームとか、自分で作れる気がしない。で、ポイントで簡単にして結構マスターを増やせば増やすほど結構混乱するというか、はい、さっき3軸ぐらいあったじゃないですか。私もちょっとバリアブルが作ったことがないので、あれなんですけど、結構小針さんとかが作ったやつを見てると、どのマスターがどの軸に反映されるかとかっていう、なんかすごいなんか頭の中が混乱するんですよね。なので結構いい頭の体操にはなるんだろうなと思いながら。
最終的なフォントの数は一つになるけど、作んないといけないそのマスター数みたいなのは、軸を増やせば増やすほど、2倍、3倍ずつになるというか、すごい見えるんですよ、作る手が。じゃあ、テッサンはどうなってるんですか。最初の設計の段階で、その中間部分のもデッサンするような作り、頭の中でやってるんだと思うんですよ、彼は。なんかもう、コバリ君の話なのに、コバリ君。変わります。コバリ君、そこに座って。だからさっき、せかさなきゃよかったんですよ。ここにちょこんと座ってます。中間はあれ、実際デッサンせずにイメージをして作る。顕微鏡どれもデッサンしてないですね、さっきのは。でも、今回デモなので、一番細いとか、一番端っこになるやつと、もう片方の端を作って、スライダーを動かして、うん、ああ、こうなるなって思って。じゃあ、もう作りながら、検証、そう、トライアンドエラーで。そっちの方が多いですね。最初から想像してバシッと書くというよりかは、こうやったらこうなんだとか、それこそそのポイントの置き方とかでも真ん中の動きが変わるので、どうしたら不自然に見えないかとかは考えながら作るかもしれないですね。小林さん、すごいです。はい、好きなポーズのまま。その方がいいですか。じゃあ、こちらに、はい。そうですね、なんかその方が。まあ、近いわけです。椅子は面白がないです。森沢さんで役を挟む形になります。はい。ということで、まあ、次の話題なんですけども、まあ、フォントの個性ということで、まあ、ちょっとその作り手が好きなフォントと、まあ、使って、まあ、どういう好みで使ってるのかっていうのを聞きたいなと思ってるんですけど、モニターの皆さんって、まあ、自分の推しの書体とかってあるんですか。推しの書体は、まあ、でもさっき発表させてもらった中の、やっぱり膝端金城とカムネ流装っていう、ちょっと硬い書体を説明したと思うんですけど、やっぱり個人的にはああいう書体がすごい好きで、推しってでもそういうこと。なんか書体を作る人であればあるほど、なんかクラシカルに思うんですけど、そうですね、優秀だし、なんか結構派手なものを我々さっきご紹介しましたけど、何やかんやみんな流民が好きですし、なんかでもその、まあ、好きな書体っていうのは人それぞれあるんですけど、まあ、結局その使ってもらったらもう自由に使ってもらいたいというか、もう目的に合っていれば何を選んでもらったっていいし、その目的に外れていなければきっともうそれはその人に合った書体なので、まあその、ね、こちらでなんかこうこれが推しですよ、これ絶対使ってねとかを無理やり押し付けるものでもないのかなっていう気はしていますが、なんかそれなりにペルソナを一応描いてからここに使ってほしいとかってなって開発するんですけど、実際蓋を開けてみたら、なんかちょっとなんか品のあるクラシカルのところで使ってほしかったのに、なんかスピリチュアルなところですごく使われたりとか、なんかそれは僕の役の力が足らないのかもしれませんが、なんか思ってたのと違う広がり方をすることは多分にありますよ、将来。普段どういう感じで書体って選ばれますか。自由に選べるっていうのは実際あんまり なんかあるようにない気がして、チラシとかロゴレベルだと思うんですけど、そうじゃなくて、なんか表現で選ぶのか条件で選ぶのかってあると思うんですけど、どっちかというと条件を詰めていって、ウェブだけなんですか、印刷物なんですか、それはどのサイズ
って入れられますかとか、文字数どれぐらいですかとかっていう条件をガン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 詰めていって、これと、まあ、その表現したい内容とか合うものを探すみたいな感じで選んだ時が、僕の場合は一番自信を持って、これをやるしかないですみたいな、これを選ぶしかないですみたいな感じですかね。やっぱり文字を作ってるプロじゃないので、その一文字一文字の形で、なんかこう選ぶっていうことはなんか できない感じです、僕の場合は。そうですね、まあ、自分も大体一緒な感じなんですけど、まあ、自由に、例えば自分で作るプレゼン資料とか、自分の制作物とか、やっぱりこう推しのフォントじゃないですけど、好きなフォントを結構使っちゃうので、最近は作品の庭虫っていうのは私すごい好きです。なんかやっぱ平和日常のこと好きだったんですけど、墨だまりの感じとかが、なんかこう手触り感のある人だなってずっと思っていて、なんか僕は写真はある程度使えるのに、写真なくて、でも見ると一発で欲しかったみたいな感じだったので、これは欲しくなったらいいなってずっと思ってたんですけど、今年でしたっけ、今年ですかね、感動してすごい嬉しくて、A1 ゴシックのファイルを持ってます。森さんのファイルみたいなイベントでもらって、すごい嬉しくて、これ見てみようかしら。すごい嬉しいですね。なんか携わったようで携わってない私からしたらすごく嬉しいんですが、さっきのお話ですごい気になったんですけど、家は民調の時はなんかちょっと雑というか、あんまりこう完成されてないっておっしゃってたんですけど、A1 ゴシックにする時って、その完成されてない良さとかって意識されてたり、ちょっと私自身がコンセプト段階で関わっていないので、はっきりしたことはちょっと言えないので、ちょっと想像になるんですけども、やっぱりこう、なんていうんですかね、A1 ゴシックは、A1 民調のイメージを引き継ぐんですけど、やっぱりそこの、なんですかね、これなんか、が、その、A1 ゴシックっていい印象を与えるのであれば、多分、つけると思うんですけど、おそらくあの A1 ゴシックに必要な要素ではないと判断されて削除されている可能性が高いかなと思います。どうですか？A1 ゴシック、A1 民調の兄弟書体は実は B1 ゴシックっていうのがありまして、昔の B2B とか前の、写真食事記と言われてた時代のものであったんですけど、それではなくて、A1 民調をもとに新しく作ったものなので、スタメンのところは割と整備されて、まあ、されたとかされちゃったとか、ましてやる状態だと思いますけど、した方がいいですか？いや、スタマーさんっていう視点があまりなかったので、 A1 民調の視点が話をするときに、汚いって思うのを探してもいい、驚いたので、別にそれが欲しいとかってわけではないんですけど、私が感じたのは、良さというか、レトロ感みたいな、そういうところに現れたのかなって私は思います。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと今の話にもあったんですけど、まあ、最後はですね、ヤフーから森さんのリクエストの感じなんですけど、こんなフォントが欲しいっていう、まあ、題目がございまして、何かリクエストなどはございますでしょうか？ヤフーからっていうとちょっと、ああ、そうですね、個人ですけど、はい、本職をやってみたいと、ゲームで、で、その混色、ウェブで混色する前提の、書体というか、場合によってはパーツでもいい気がするんですけど、そういうものって作れないのかなと、個人的にちょっと、混色自体はできるんですけど、技術的に混色にする、混ぜることはできると思うんですけど、
結局そのなんかベースラインを揃えたりとか、やっぱりそれができないからやらないとかっていうこともあると思うんですよね。なので、どういうソリューションがいいのか分かんないですけど、これとこれとこれは、混色してそのウェブフォントとして、まあ、さっきちょっとお話になったようにセットにして使えるようになるようになる、できればその本文のところを、こうコントロールできるというか、僕だけなのかな、その本文、文字を組んだ本文のところってこうテキストエみたいな見え方するんですけど、なんかちょっと変なこと言ってるかな、なんか、例えば涼しげとか、なんかガチガチに詰まってて硬そうとか、でそれって結構なんか、印刷物はかなりそこまでコントロールしてやってると思うんですけど、ウェブだとなかなかできないので、そういうことができるようにしたい。合成フォント機能で細かいことをするんじゃなくて、フォントネームで指定するだけで、そうですね。その合成、そうですね。合成フォントっていうレベルのコントロールっていうのはなかなか難しいと思うので、ただまあそこまでできなくてもっていうところで。何々民調用の別大きめなのですか、はい、みたいなことですよね、はいはい、あ、それはでもいいかもしれません。お二人ちょうど大きめのデザインの方どうですか。はい、作ります。そういうことですね。でもそれこそ A1 ゴシックとかはそういわゆる従属オープンと呼ばれてきていたようなものではなくて、それだけでオーブンだけで組んでも大丈夫な大丈夫ないいものを入れていて、今後出ていく書体はそういうものが主流になっていくので、組み合わせなくてもいいように作ってますよね。そうですね。あそこにバリエーションもあればな。そういうことですね。まあ言ったってやっていきたい。やりましょうか。やりましょう。頑張って。やらないですか。ありがとうございます。勉強します。ベトナム専用だとすぐできますよね。ベトナム語だったらすぐすぐできますけど、ベトナム語作ってたら多分英語もできる。じゃあそれはぜひやりましょう。はい、じゃあ、混色書体のリクエストが通ったところで、ちょっとお時間短くなってしまうんですけど、座談会はこちらで終わらせていただくということで、皆さんも、いろいろ聞きたいこともあると思いますので、続きは、交流会で、ぜひよろしくお願いします。はい、それではお話ありがとうございました。